今日は牛すじを使ってスープを作ります。まず牛すじ 100g 細切りにしていきます。切り終えたら早速煮込んでいきます。牛すじを煮込んでいきます。水が 300ml、 ここに牛すじを入れてしまいます。結構アクが出るみたいなので、こまめにアクをきれいにしながら茹でていきます。アクが出てきてるので取っていきます。すごい量。アクが出てこなくなるまでしっかり茹でてアク取りをしていきたいと思います。何度かアクを取って、アクが出てこなくなったら塩を小さじ1、結構しょっぱめに入れても後で具材を足したりするので小さじ1杯分くらい入れて美味しく食べられます。では15分ほど煮込んでいきます。はい、牛すじが柔らかくなりました。お湯が小さじ1/2、みりんも小さじ1/2で混ぜていきます。ブラックペッパー入れます。あと5分だけ煮ます。はい、5分煮立ちました。ここにお好みで野菜を入れてください。長ネギを入れたかったんですけど、今日はキャベツですね。キャベツが加熱されたので、ここでお好みでいりごまを入れて完成です。はい、器に盛り付けてわけぎを散らして完成です。中田村の暮らし。いただきます。今日はお家でまじ牛タンと牛すじスープです。イエーイ。お父さんお母さんからいただきました。ありがとうございます。嬉しい。じゃあ早速牛すじスープをいただきたいと思います。あ、うまい。あ、牛すじも柔らかいね。息子も食べれるんじゃないかな。まずはい、いただきます。うまい。何度食べても柔らかいしね。これよく焼いた方が柔らかいんだよね。うん、このタンね。なんか旨味がどんどん出てくるよね。うん、本当牛タン好きにはたまらない。うん、ママちゃんめっちゃ好きだけど、本当にお気に入りの品。じゃあ第2位いただきます。うまい。この厚みがいいよね。ネット販売だからネットでしか買えないしね。ごま油で食べるといいらしいので、フライパンで食べるようだからかな。なんかさ、このステイホーム期間でさ、このお家でまじ牛タンっていうのが人気になったでしょ、すごくいいよね。なんか家でこんな幸福感、あー確かに味わえる、なんか焼肉行きたいけど行けなかったみたいな人とかにはさ、すっごい嬉しくない？いいコメント。食べ放題より全然いいよな。本当に牛タンが好きなら全然これだけでって感じで、やっぱこの細切り正解だわ。もっとゴリゴリしてると思ってたね。なんか肉が結構ついてるやつだったから。じゃあ次がごま油バージョン。あんま分かんないな。グリルパンだからかな。なくても美味しい。ほんと風味付けって感じだね。うまっ。柔らかい。ほんと美味しい。ほんとうまいわこれ。信じられないぐらいうまい。なんかこの厚みなのに硬くないのっていう、スーパーとかで買うよりも満足感もいるし、美味しいし。じゃあこの後も食べ進めていきたいと思います。ごちそうさまでした。おうちでまじ牛タンの URL は概要欄にリンクを貼っておきますので、試してみてください。僕たちのチャンネルでは簡単な離乳食、お菓子、お料理を投稿しています。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。お父さんお母さんありがとう。それではまたねー。この撮影の方式さ、めちゃくちゃ暑いね。暑いよね。なんかもう撮影メインでやっちゃってさ、あとは食べようよ。ああ、ダラダラやらないで 2,3 枚チャチャチャって焼いて、コメントパパパって言って終わる。分かった。チャチャチャパパパってやって、パパパって食べさせて、パパパって抱っこして寝かすから。そんなことできるのか。そんなことできるの。ごめんね。チャンネル登録をチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録